これは昔の話。東照神宗は強来国加賀山の頂に一階の仙石があった。仙石は天地の成果を受け、一匹の石猿が帰った。勇猛果敢な猿は加賀山の鳥獣たちに称えられ、王と呼ばれたが、それだけでは満たされず、世の摂理、魂の輪廻からの逸脱を求めて聖護化宗の仙人に弟子入りした。仙人は性を持たぬ猿に孫悟空という法名を授けた。孫悟空は厳しい修行の末、五行の奥義を極め、72の変化術を会得すると、竜宮に安置されていた如意金箍棒を手に入れ、四海の竜王から最強の武具を奪い取り、ついには冥府の閻魔帳に書かれた自分の名を墨で塗りつぶした。天の神々は孫悟空を危ぶみ懐柔しようと天界に招き入れた。しかし孫悟空はこれを本聖天大聖と名乗り、あまねく天を巻き込む大戦を起こした。天界で暴れ回る聖天大聖を名のある神ですら止められなかった。破竹の勢いを見せる聖天大聖だったが、釈迦如来の前ではただの猿に過ぎなかった。大敗した聖天大聖は五行山の冷たい水晶で500年の時を過ごすことになった。はっ！へっ！ああ！ああ！ああ！
消えましたか。聖天大聖。聖天大聖？ねえ、本当にあの聖天大聖？だったらなんで？ああ、すごい、本物だ。大聖、あなたはその子のおかげで出られたのです。感謝はありませんか？それとも冷たい結晶の中に戻りますか？なこと分かってる！ならば功を積みなさい、聖天大聖。世に出せば金庫寺の戒めも解けていくでしょう。さあ行きなさい。大聖、こっちだよ。聖天大聖、大聖！僕は光龍寺、この子はアンアンだって。大聖のことはお芝居で全部知ってるよ。こんなところにいたんだね。どうして僕が触ったら壊れたのかはわからないけど、とにかくあそこから出られてよかったね。すごく窮屈そうだったし、さっきの人観音菩薩様でしょ。僕お坊さんになるために長安城で修行してるんだ。観音菩薩様は蓮の台座に乗っていてとても優しいって師匠から聞いたよ。功を積みなさい、聖天大聖。世になせば金庫寺の戒めも解けていくでしょう。金庫寺ってその腕輪のこと？もしかしてそれのせいで砲術が使えないの？得意の金刀運も如意棒も？ねえ大聖、大聖が寝てる間に妖怪がすごく増えて小さな子供たちばかりさらっているんだ。この子もあと少しでさらわれるとこだったんだ。本当は師匠のいる長安城に帰らないといけないけど、やっぱり悪い奴らは退治しないとね。大聖、一緒に来て。世になせば金庫寺の戒めも解けていくって観音菩薩様も言ってたよ。あれ、何か変だよ。ちょっと行ってみようよ。子供たちがさらわれてるかもしれないよ。知らん。
功を積みなさい、聖天大聖。分かった分かった、行くぞ。聖天大聖、世のために積んだ功の分だけ金庫寺の戒めは解けていくでしょう。見て、これ地図かな。大勢見て、誰かいるよ。いらんかね。薬。薬。おばあさん、こんにちは。随分大きな頭だね。はい、こんにちは。頭は小さいよ。これは便利袋さ。便利袋？ここには旅に便利ないろんな道具が入ってる。素材と交換ならお代はいらないよ。うさぎ印の薬が必要ならいつでもおいで。安くしとくよ。なんかここ怪しいよ。
ってことない。妖怪たちの声。大勢、矢倉があるよ。ちょっと登ってみようよ。おじさん、大丈夫？化け物。ああ、化け物じゃないよ。ああ、すまない。イノシシの化け物が手下を連れてやってきて子供たちをさらっていた。奴はまだ残って村の奥を陣取ってる。きっとこの村は化け物に乗っ取られてしまうんだ。任せて、僕たち助けに来たんだから。それなら右手に見える大通りを通ればすぐに村の奥に行けるんだが、化け物でいっぱいだ。
左手の裏通りなら化け物も少ないかもしれないが、少し遠回りになる。頼んだぞ。妖怪を倒せるかも。片付いたぞ。上に色の違うやつがいるよ。妖怪だー！やっ！
村の奥に行けそうだよ。